最初に言っておきますが、あなたはカスを使いました。あなたは生涯の伴侶にカスを選んだんですよ。やっぱいいな。何が？こういうのってさ、なんかあったかい感じって感じするじゃん。バカ。ヤス。だけどさ、結婚したら仕事辞めてって言ったじゃん俺。いつかは辞めるわよ。そこには私の知らない夫がいました。今のあなたの状態からすぐそこまで行くわよ。夫婦関係っていろんな形があるでしょ。うちのは私を殴れば安心する。なんだこれ、こっち、なんだこれ、さあ殴るなよ。本当は自分も悪かったと思ってるんでしょ。なんでそんな男と一緒にいるの。ヤスとちゃんと向き合いたいんだ。でした。そんなの関係あるんですか。グーだったら DV。 まあその傷ならパーだわね。じゃあチョキで目つかれたらそれは愛なんですか、 DV なんですか。